はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は棋王戦第3局、藤井棋王対伊藤匠七段戦のハイライトやらせていただきたいと思います。第1局に続いて、自称棋定跡が飛び出すんじゃないかなんて言われておりましたが、蓋を開けてみると、藤井棋王の鮮やかな寄せで快勝となりました。なんといっても本局のハイライトは82手目、伊藤匠七段が17歩成と成り込んだところだったでしょうか。ここから藤井棋王が27飛車とバッサリ切ったのが華麗な一着で一気に藤井棋王が優勢となっていきました。藤井棋王の将棋は本当に毎回飛車切りで勝っているような印象がありますが、本局もその例に漏れず、スパッとこう飛車切りが華麗な一着で一気に優勢となっていきます。同等と取られて、ちょっとこの5九の角が中ぶらりんなんで飛車打ちが怖いんですが、構わず1一香成と成り込んでいきました。これで次は6四香車が厳しいということですね。例えばここから1一飛車と5九の角1一成香両取りを打つ手があるんですが、ここで5九の角を無視して6四香と打つ凄まじい一手がありまして、こうなると先手が優勢ということになります。本譜には現れませんでしたが、藤井棋王は間違いなくこの順を読み切っていたと思われます。6四香に対しては5九飛車成と王手で角を取って後手が大成功に見えるんですが、そこで6九金と弾かれてみると、想像以上に攻めが続かず、また竜取りと6二の金取りが残ってしまっているので先手が優勢ということですね。これが見事な手順でした。例えばここで同竜同玉としてしまうと5二金に2一成香が厳しい一着となります。次3四桂が厳しいですね。で先手玉は露出してしまっているんですが、飛車がないとちょっと寄せづらい格好で、角と金だけでは全く問題なしというところですね。右から攻められても7九玉8八玉と逃げればいいだけですので、先手玉見た目以上に耐久力のある形となっています。例えばこれ同飛車と取りますと1二角と打ちまして、これ厳しいですね。1二角に1一飛車と逃げても2三角成1九飛車成に5九桂馬と合駒しとけば4一金の詰めろが残って、これは先手勝ちですね。ということで1二角には2二飛車と逃げるしかなさそうですが、3四桂と王手飛車取りに打ちまして、同金に同角成ですね。これで手順に角を逃がしながら3三金の寄せを見せまして、一例として3一香車と粘る手がありますが、2三歩と平凡に打って、で1二飛車には1三歩ですね。で飛車を逃げれば2四馬と逃がすことができますし、同飛車も2四馬で王手飛車取りがかかってしまいます。先手は角を取られても特に問題がありませんので、これで先手が必勝形ということになります。ということでこの1、2角の鮮やかな寄せが決まってしまいますので、同飛車はちょっと取れないということが分かりました。かといってほっといても3、4桂と打たれたり1、2飛車と打たれたりして入玉も絶望的ですので、これは先手勝勢となります。ということで、5九飛車なり6九金となるとちょっともう後手が絶望的な局面となりそうです。この、6九に同竜同玉となると後手が絶望的な局面ですので、1九竜と逃がす手が最善となります。先手は6二香成と取りますが、後手も1一竜と取ったり、あるいは、5八角と打って徹底抗戦していくということですね。で5八角に対しては6八金と寄るのが好手で、6九角成同金、5八金に7八角と打っていきます。で6九金同角、5九金で絡まれてしまいますが、6八金と打っていきます。以下6九金同金5八角と、延々となんか千日手みたいな手順が繰り返されるんですが、この角と金を入れ替えた効果でここで5九金と打つことができまして、これが受けの決め手となりそうです。以下6九角成には、同金は5八金で同じループにはまってしまうんですが、同玉と取りまして、例えば4八金なら6八銀と引いて、で5九金同銀、4八金の時に見切りをつけて7八玉が好手で、5九竜には例えば2一成香と寄せに行く手があります。これが厳しいですね。先手玉気がつけばまだ寄らない格好で、後手玉は
例えば8六歩とかやってしまうと、3四桂の詰めろになっております。3四桂と打って同金に、5二金ですね。で3二玉に2二金まで進んでしまうと、こういった詰めろになっております。ということでちょっと金銀を打ち替えて、最後7八玉でかわして5九竜に2一成香でこう対応を入れ替えて寄せに行けば勝てるということですね。2一成香に同飛車はやはり今度は7七角という手が非常に厳しくなります。5八竜は6八金で弾くことができますし、竜を平凡に逃げるような手ではもう3三角で詰んでしまうという形ですね。あるいは、平凡に3四桂として同金に、じっと同歩と取っておくぐらいでも先手玉は詰まず後手玉は受けなしで勝てると、そういった変化もございました。ということでいずれにしてもちょっと今の変化は複雑ではありましたが、正確に指せば先手が勝てるということが分かりました。こうしたところまで全て読み切った上のこの27下だったということですね。本当に見事な構想でした。やっぱり藤井棋王もここ少し長考しておりまして、ちょっとやっぱり5九角が取り残された状況で飛車を切ってしまうというので、かなり心理的に抵抗がある手順だったんですが、藤井棋王は見事に勝ちを読み切って、飛車切りを決めて勝利をもぎ取ったと、そういう形になりました。本当に素晴らしかったですね。で実戦は1一香成に対して1九飛車は6四香で負けるということを悟った伊藤七段が6三銀と6四香を消す涙ぐましい粘りをしていきますが、普通に2一成香と、1九飛車で取られそうだった成香を逃がしつつ桂馬を取る大戦果を上げて先手が勝勢になりました。2一成香以下は1九飛車と角取りに打っていきますが、3一角が非常に厳しく、同飛車は同成香と飛車を取って、負けですね。例えば同飛車同成香5九飛車成は平凡に8八玉とかわしておけば、次4一飛車から後手玉が詰めろですので、3一玉とか取りますが、一例として3四桂と打ち込んでいきまして、同金には同歩ですね。これでちょっと受けが難しい状況となります。例えば3九角なら3二飛車と鮮やかな詰め将棋のような手が入りまして、逃げれば頭金まで、同玉も3三金と打ってどこに逃げても頭金までの詰みという華麗な手筋が隠されておりました。ということで、3一角に5二玉とかわしていきますが、よく見てみるとこの8一の飛車で2一の成香取りだったのに、3一角でこの防波堤気づかれて成香が取れなくなって、5二玉で、そこで藤井棋王が6八銀と冷静な受けの決め手を放ちました。非常に落ち着いてますね。これでちょっともう取り返しのつかない圧倒的な大差がつきました。でここから伊藤匠七段は3八歩成とと金を作っていきますが、そこで5五香が厳しい一手となっております。5五香に例えば4八とと無視していけますと5三香成がありまして、同銀同桂成同金4二銀と玉の腹から銀を打ての格言通りの寄りとなります。5三銀成が非常に受けづらいです。6一桂と受けてもさらにこう4五桂馬と数を足されて、ちょっと5三桂成が受けづらいですね。これは先手必勝形でございます。ちょっと4二銀打たれると嫌なんで、じゃあ5三桂成に同金はどうなのって話なんですが、でも同桂成同銀に4五桂馬と打ちまして、4二桂に5三桂成同玉5五銀としまして、これ次例えば5四香と弾こうとしても7二銀で弾ききれないという状況ですね。これ同銀と取れば5四銀と進撃しまして、仮に同玉なら4二角成とすれば、次の4五金からの詰めろで先手が勝勢という形になります。5五香車がほっとくと5三桂成から突破される非常に厳しい一手となっておりました。見事な一着ですね。先手玉はまだ4八とから5九とまで余裕がありまして、後手玉は不全の灯火となっています。伊藤七段は4八とでは一手負けということで5四歩とついて粘りに行きますが、ここで6四桂と浴びせていったのが抜け目のない一着でした。
同銀は同角成で馬が要所に効いて必勝形ということで6一玉と交わしますが、ここで5四香がまた鮮やかな一着ですね。これほっとくと5二金と打たれて寄せられてしまったりしますんで、まあ、同銀と取るしか、まあ、4八とは全く間に合いませんから同銀と取るしかありませんが、そこで5三桂成とこれがまた華麗な手筋が舞いました。仮にこれ同金の場合は7二金と打ちまして5一玉に5三角成で寄り筋となっております。ということで同銀とはちょっとできませんので、5三桂成に同金はできませんので同銀と取りましたが、これも7二金が軽やかな攻守でした。一応王手飛車取りになってますね。で5一玉は8一金と平凡に飛車を取っても勝勢ですし、まあ、6二金と取って同銀には5二金、同玉も5二金と、これで王手銀取りをかけていくような手順で、7一玉に5三角成と手順に銀を取って8二玉に5四馬という要領でボロボロ銀を取っていけば先手必勝形となります。なので、まあ、同金と取るしかありませんでしたが、そこで5三角成と取りまして5二銀の詰めろがかかりました。以下6二桂と5四の銀取りを受けていきましたが、ここで藤井棋王が5一銀という華麗な一着を放って、次の一手問題のような華麗な一着を放って、ここで伊藤匠七段無念の投了となりました。本当に見事な見事な終盤ですね。それでか同玉は5二桂成で詰み筋となります。で5一銀に対して例えばほっといて4八ととか寄ると5二桂成ですね。で一例として5二桂成7一玉、まあ、6二銀成と殺到されまして8二玉に7二成銀と取られます。で同玉は5四馬とボロボロ銀を取られて王手されてしまいますし、まあ、9三玉と逃げるのも8一成銀、これが詰めろですね。5九とには7一馬で後手玉積んでいます。8三玉には一例として8三金同玉8二馬として8四玉に8三飛車までですね、比較的容易な詰みとなっております。ということで5一銀に手抜いても負けるし、同玉は5二馬で負けるし、かといって適当な受けも見当たりませんので、塗料もやむを得ない状況となっていました。まあ、6三金とか打つ手もありますが、6三金に対しては7二桂成として同玉に6二銀成が厳しいです。同金には6四桂と打っていきまして、これで7一玉は7二金で詰み、6一玉も7二金と打ちまして、同金には5二桂成まで鮮やかな詰みでございます。で王様はかわしても6二馬と金を取って、これも一手一手の寄せが決まるということですね。ということで一局を通して藤井棋王が苦しい時間帯もありましたが、最後は2七飛車の代名詞ともなりました華麗な飛車切りを決めて、同とに1一香成と、見事に踏み込んで6四香車を、含みに寄せ切るということに成功いたしました。本当に藤井棋王の飛車切りはいつ見ても美しいですね。これで見事に棋王戦2連勝となっております。また伊藤匠七段の最後の粘りといたしまして、82手目の局面ですね。藤井棋王が2九飛車と回ったところですが、実戦はここで1七歩成としたために2七飛車の鮮やかな飛車切りが炸裂しまして、同と1一香成でもう取り返しのつかないような大差になりましたが、1七歩成のところ3八金ならまだ後手も粘れていたようです。一例として2六飛車は3五銀があるんで、まあ、2七飛車とかわすんですが、そこで3五銀と出ていきまして、これがなかなかいやらしい手ということですね。3五銀に対して先手がぴったりした攻めが容易ではなく、例えば2二歩と打つと、まあ、3三桂と跳ねられまして、例えば同桂成なら同玉と取って、ちょっと後手が入玉模様で頑張っていって、これはもう本当にわからなくなってしまいます。3三桂に一例として1六香っていう華麗な手がありまして、まあ、仮に同香なら、まあ、1二角と本当に細い攻めをギリギリ繋いでいくような手段がありまして、先手がややリードとなってはいるようですが、まあ、後手も1六香に手抜いて3六銀と飛車をいじめに行くような手段もありまして、これは本当にどっちが勝ってもおかしくないほどの僅差となっていたようです。
伊藤匠七段、1七歩成でなく、3八金であれば本譜の飛車切りがなく後手も相当粘れていたという可能性が高かったようですね。まあ、それにしても本当に藤井棋王、見事な胸のすくような華麗な飛車切りから同と1一香成で6四香車を見せて、勝勢となりました。まあ、実質1九飛車と打たれた時に6四香車で、角も見捨てないといけないので、2七飛車と切るところで飛車だけではなく角も捨てる覚悟を決めないといけないという非常に怖い手でしたが、鮮やかに決め切って勝利、圧倒的な終盤力を見せつける華麗な逆転勝利という形になりました。この将棋は伊藤匠七段にもチャンスがある展開となっておりました。69手目あたりまではむしろ伊藤匠七段の方が若干させそうと、この馬が手厚く若干させそうという状況になっておりまして、実戦はここで2三金と上がったんですが、これがあまり良くなく3六歩から馬をいじめる構想で、まあ、厳密には7五歩ついてから3六の方がいいんですが、まあ3六歩で馬をいじめる構想で、少し先手が良くなって、結局ここから二度と逆転することはなく藤井棋王が押し切るという形になりました。で2三金に対してはそうですね、ごめんなさい、1七角に対しては3三桂という絶妙手があったようです。桂馬を持てば6四桂がすこぶる味がよく厳しい手となっておりますので、一例として同桂成同金として、でここで例えば3五金とやってしまうと、まあ、同銀として同角の時に4四歩が冷静な好手で、これで後手が良くなります。例えば1七角と引き上げますとべったりこう2七金と、打っていくような手がありまして、これでちょっと攻め切るのは難しい状況ということですね。ということで、3三桂に対してちょっとこう工夫の攻めが必要になっていきますが、やっぱり同桂成と取るぐらいしかちょっと浮かばない、そんな状況でございます。また、ここで3五金もあるんですが、同銀同角と取りまして、そこで4五桂ですね、これが後手順でございます。4五桂に同歩と取ると、そこで3五馬として同飛車に4六角で、飛車が逃げると5七角成が厳しく、これは後手が優勢でございます。なので結局同桂成同金までは仕方なさそうですが、まあ、そこで3五金は逆襲されて負けてしまうということですね。なので4五桂と打っていくのが馬筋を止めながら3三の金を狙う味のいい手に見えますが、ここに対しても2三金と寄るのが好手で、後手は先手の攻めをいなすだけいなして6四桂と打てばそれでいいというところですね。一例としてここから3六歩と合わせて同歩には3五歩で馬を取る手を狙うことができますが、一例として2五桂と打って、で仮に2八角ならそこで3六歩と取れば同金に3五歩で金を手厚く抑え込んでしまって馬が生きて優勢ということですね。先手からはちょっと指す手が難しいのに対しまして、後手からは様々な攻めが見えています。まあ、4号の桂馬を食いちぎって6四桂とかそういった手も見えますね。ということでこの展開は馬が大きく後手が有利な、そういう状況になっておりました。もし3三桂と指していたら、伊藤匠七段がやや容姿の、やっぱ馬の威力が非常に強く、やや容姿の中盤戦から終盤戦になっていた可能性が高かったということで、まあ、この70手目の2三金か3三桂かというこの2択が本局の明暗を大きく分けたという状況になっておりました。まあ、ということでこれで藤井棋王は見事に開幕自将棋を挟みましたが2連勝となりまして、3月17日に勝てばストレート防衛となります。伊藤匠七段としては次先手番で藤井棋王に勝って2勝1敗に持ち込めるかどうか、その辺も注目ですね。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。